こんにちは、バベルチャンネルのお時間です。当チャンネルは理美容師アシスタントの方からジュニアスタイリスト具合の方々に向けて技術や知識をご紹介していっているチャンネルになっております。さて今回はですね、またパーマなんですけども、オールパーパスに実際にパーマを当ててみたという実験動画になっております。オールパーパスってパーマの形、一つのデザインの形ではあるんですけど、まあ美容師さん、専門学校に行くとね、絶対一回はやるかなという超ベーシックなデザインになっております。ただこれにパーマを当ててみたっていうのは実はあんまりみんなやったことないんじゃないかなと思うんですよね。最近だとまあツイストスパイラルであったりとか、まあちょっとデザイン巻きって言われるようなものがすごく流行っているので、ベーシックなオールパーパスって使う場面ってあんまりないと思うんですよ。パーツパーツで使うことはあっても全部それでやってみたっていうのってあんまなかったりするので、今回はこの動画を使ってちゃちゃっと皆さんにその知識情報をインプットしてもらえたらいいかなと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、よろしくお願いします。では今回巻いていくのはですね、オールパーパスですので、しっかりとねやっていきましょう。今回は、まあ、こういう刈り上げマッシュデザインのウィッグに巻いていきます。基本的には、まあ、ゴールデンポイントを中心にフォワード、まあ、前向き後ろ向きに巻いていくオールパーパスでいこうと思うので、まあ学校とかだとね、これ後ろにガーッと巻いちゃうタイプも多いのかなと思いますけれども、今回はまあ前髪あるデザインでいくので、前向きのオールパーパス入れていきます。トップは 2.5 回転で、裾の一番エンドが 1.5 回転ぐらいになるようなウッドで巻いていきますので、よろしくお願いします。前向き後ろ向きで巻くときなんですけど、まあ、その起点になる部分はゴールデンポイントぐらいがいいですね。でこうやってジグザグにこのスライスを取るっていうんですかね、そういう風に取るとすごくいいのかなと思います。こんな感じですね。そしてね、巻いていきます。回転数はトップが 2.5 回転、アンダーリフに従って回転数は 1.5 回転にしていくのと、基本的にテンションの引っ張りはあまりかけずに巻いていきます。ロッドもロッド幅ぐらいですね、まあ、本当に学校で習ったぐらいの幅で巻いていきます。実際にオールパーパスって学校でめっちゃ勉強しますけど、ね、仕事場で、ね、これで巻いて当ててる人ってね、結構いると思うんですけど、実際に使ったことで、最近ねツイストスパイラルとかがすごく流行ってるので、結構変形したそのデザイン巻きに慣れてる方も多いと思うので、実際にオールパーパスってあんま見なくなったんじゃないかなと思うんですよね。なので今回ね、ちょっとこういう動画を作ってみましたので、ぜひね、どんな当たり具合になるか見ていただけたらなと思います。はい、次は前をね巻いていきます。実際こうやってお客様の目の前にガンって立って巻けたらいいんですけど、なかなか巻けないと思うので、だいたいこうね、ちょっと横にずれてこうやって巻くことが多いかなと思います。この時で薬剤がね、もうついてこれついてないんですけど、ついてる状態でガンと下ろしちゃうとお客様の目にお薬とかが入ってしまったりするので、基本的にはその巻く直前まではこれ横に、これで横に流しながら前髪をね前に下ろしてやっていく場合は巻いていくことが多いです。もしくはもうオールバックですね、オールバックにシェイプしといていただいて、でこの前髪からこうやって巻いていくっていうのもありですね。一番お客様の顔にお薬がついた髪が耐えてきたりしにくいので、僕は結構営業だと前向きに巻いていく場合は、後ろにこうバックコーミングしてしまって前髪からこうやって巻いていくことが多いです。で、ね、営業のベースに近いスタンスでいくことなので、この感じで巻いていこうかなと思います。ステムは若干アップステム、アップじゃないか、ちょっとダウンステム気味にしてます。
ここで練習するやつだとね、結構アップスイングにすると思うんですけども、まあ、お客様にあんまりガチガチのアップスイングってすることないので、まあ、ここはまあ一人する前提のイメージでオールパパスではあるんですけど、ちょっとアレンジしてます。こんな感じですね。分け目のところもバッテンで撮ってると最後馴染みがいいので、バッテンじゃないですか、ジグザグで撮ってると馴染みがいいので、こんな感じにしてます。では次はサイド巻いていきましょう。バックサイドから巻いてもいいんですけどね、この計算がしにくくなるので、最初にこのバックサイドで必要そうな幅をある程度計算してやっていくといいんじゃないかなと思います。下はだいたい 1.5 で上が 2.5 ですね。よっしゃ、はい、巻き終わりました。まあ、こんな感じですね。こんな感じ。まあ、人の頭とか巻いてるとそこまでガチガチに左右が合ってなくてもいけたりはするので、基本的にはまあ位置というかそういうのが大まかに合っていればOK かなと思います。まあ、どこまでギチギチに合わせるかはその人の好みというかこだわりもあると思いますので、まあ、これぐらいやってればまあまあもうパーマには問題がないかなと思います。はい、では実際ねここにパーマを当てていきましょう。今日はですね、システアミン系のお薬でやっていきます。まあ理由としてはちょっとこのミックちゃんがねなかなかダメージが出てきてますので、あんまりきついパーマで当てちゃうと当たりすぎちゃうかなと思うので、優しめのお薬で当てていきます。それでは、定着工程などはね今回は割愛させていただきますので、このまま、一気に仕上がりまでいきましょう。はい、お時間10分経ちましたので一度テストカールしていきます。見えますかね、テスカールぐらい入れてて、まあ、カールもこれぐらいで、ロットのまあ 1.75 倍ぐらいですかね。よくね、ロット K で出るといいとかいろいろあるんですけど、やっぱそれはもう使う薬剤とかによって全然違うので、まあ、この時のテストカールが自分の欲しいぐらいになってるかどうかの判断でいいかなと思います。まあ、今回は少しまだ緩いかなという感じがありますので、もう少し追加でお時間置いてみようと思います。はい、プラス5分、トータル15分置いてみましたので、もう一度チェックしてみます。わかりますか、まあ、さっきの、ね、S に比べるとちょっとこうプルンとした感じが強く出ているかなと思います。これまあ映像だと分かりにくいですけど、やっぱこれ触ってみるとちゃんと当たってるなみたいな、こう弾力のようなものを感じ取れるかなと思いますので、実際まあテストカールっていうのはねしていただいた方がいいのかなと思います。しっかりとクルンとしてる感じですね、プルンと出てる感じが良い感じですね。これで実際ちょっと定着の方に移っていきましょう。はい、じゃあこれで、ね、シャンプーもして今軽くコーミングして整えた感じですね。これがオールパーパスでパーマを当てた場合の仕上がりになります。よいしょ、見えますかね、こんな感じです。先日撮ったねツイストスパイラルのパーマのアウトの形とはやっぱり全然違うんじゃないかなと思います。トップが 2.5 回転で、まあ、一番下は 1.5 回転ぐらいになるようなイメージで巻いております。まあ、特徴としてはオールパーパスで巻く場合、なんか上はなんとなくねワクワクワーとするんですけど、まあ、ベースがグラっていうのもあるんですけどね、この下のアウトラインのところですね、ここが結構カールが密集してなんかちょっと下がパーマ強いような印象に見える傾向にあります。実際じゃあここからちょっと乾かしてセットしてみます。アルミノのミルク、ハードミルクつけてセットしていきます。結構こうしっかりパーマ当たってるやつはもうウェットの段階でつけてしまって、そこからまあドライヤーで優しく乾かしていくと結構いい出方がしてくれますので、まあまあつけ方なんて自由ではあるんですけど、僕は結構そういうつけ方をすることが多いです。一番まあパサつかせずに仕上げることができるかなと思います。はい、ドライが終わりました。
かがでしょうか。オールパーパスで巻いた繰り上げマッシュ、結構ねその前髪の位置とかがぐんと上がる印象があるかなと思いますね。アウトラインが上がるという表現でしょうか。結構オールパーパスで巻くとこの一番アウトラインの位置がギュッと上に引き上がるイメージが強いので結構短くなった印象はありますね。なので、まあ、こういうヘアデザインに持っていきたいっていうのであれば、まあ、これが正解にはなるんですけども、まあ、長さ設定するときには少しこれが上がるよっていうのは知っておいた方がいいのかなっていうのと、まあ、こういうカールの出方がしますよっていうのは知識として持っておいていただくと、オールパーパスで刈り上げマッシュね全部巻いてみたいなっていう場面では使えるし、ここだけはちょっとアレンジ加えたいなっていう時にはこれを参考にちょっと微調整していただければいいかなと思います。以上、オールパーパス刈り上げに巻いてみたでした。はい、いかがでしたでしょうか。オールパーパス巻いてみた、まあ、実際ね、まあ、あれが全てなんですけども、皆さんどうでしたか。なんかイメージしてた感じでしたか。意外なんかね、もう裾くりくりみたいな感じになって、オールパーパス単体で出来上がるスタイルって結構限られてるなと思いました。ただまあトップとかはオールパーパスで巻くことで最近のプードルパーマだったりとかスペインカールみたいな雰囲気も全然出たりするので、結構ね波巻きだったりとかスパイラルって手間がかかるんですけども、意外にオールパーパスでちゃちゃっと済ませれる部分とかも見つけれたのではないかなと思いますので、まあ、今回のこのオールパーパスを参考にしていただければ皆さんの技術がぐっと上がるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では今回はね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録高評価もお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。We were playing with fire. Everything turned to